はよめっちゃ可愛い。美味しい。ですよ。やばい、クリスマスですよ。ということで、何が起こっているかというと、今日はクリスマスのクリスマスアクティビティ、なんかアメリカってハロウィンが終わる前からもうすごいお店とかにもクリスマスのものたくさん置いたよな。今実は11月4日なんよ。まだ11月始まったばっかないけど、もうクリスマスのデコレーションみたいなのとかもたくさんあるし、もうそこら辺クリスマスだよな。もうクリスマスモードやから、ちょっと今日は友達とクリスマスしようみたいな感じになってということで、友達が今日泊まりに来るんですね、私の家に。まあ、その前にちょっと一緒にお出かけをしたりするんじゃけど、泊まりに来るということで、まず私がしないといけないのは家を片付けるっていうことです。そうなんですよそこからなんですよ、クリスマスの前にね。だから今からちょっと、まあ、洗濯さっき回して、まだ回さんといけないけど、で、掃除をしてっていう感じのことをしていきます。で、その後にちょっとだけ準備してクリスマスショッピングに行こっかなみたいな。クリスマスショッピング楽しみ。まずは洗濯。今衝撃の事実に気づいたんやけど、洗剤とか柔軟剤全く入れずにただ水で洗っとったんやけど、はい、なんでそんなことが起きたんだ。ちょっとだる、最悪。え、待って、どうしよう。まあいいや、一旦ちょっとニットとかそういう系を先に洗おう。じゃあ先に違うことするな。あ、じゃあここに干しとる洗濯物を片付けるか。いつからあるやろ、もう1ヶ月ぐらいずっと干してあるやね、ここ。じゃあこれをクローゼットに片付けていきます。それでは今から掃除機をかけます。次はこれで床を拭いていきます。濡れとるやつで。ちょっと待って、よいしょ。ちょいとお腹が空いたので今からご飯を食べます。まあ、いつもと一緒のあれですね、サラダとスクランブルエッグ。パンとかはあんまり普段食べんないけど、前さベーグルを食べるように買ったパンが残ったんよ。冷凍したいけど、それを今日はなんか食べたいかもしれない。手がカサカサ。ベーグル焼きすぎた。硬い。ご飯を食べて、その後にキッチンの
掃除、洗濯物はあのベッドも洗おうと思ってベッドも洗えるから、ベッドというかシーツ、ベッドシーツとか、あ、お風呂の掃除もして、であとトイレの掃除もして、もうフル掃除、何っけあれ、大掃除ですかみたいなぐらいな感じで掃除をしました。掃除機はもう終わったかな。で、これはさっき洗濯が終わったやつ、なんかまだなんか乾ききってねえんやけど、起こしとこう。そう、まあ、この洗濯物片付けたらちょっと化粧とかして準備してクリスマスショッピングに行こうかな。全然乾いてねえやん、くそ。この今からこのベッドシーツたちをつけていきます。嫌い、これ。まずカバー、なんかまだ乾いてないやね。乾いてない、半乾き。こっちは大丈夫。ちょっと疲れた。今2時半で、もともともこのまま準備して着替えてクリスマスショッピングに行こうと思ってたんやけど、ちょっと疲れすぎてその元気がないので30分だけ休憩、2時半から3時ぐらいまで休憩していいぐらいの時間やね。そしたら OK レッツゴーっていうことで、30分だけにはなりませんよね、やっぱり休憩っていうのは。じゃあ今から準備していきます。もうなんか暗くなり始めてる。今から準備してまだ間に合うからクリスマスショッピング行きます。今さっきターゲットから帰ってきました。で、さきちゃんもお家に着いて、やったー。ここもオンダウェイ、ずっとクリスマスソング、めっちゃモチベ上げてきてる。まずホットココアを今日飲みながらあれするから、この粉と、なんか家でさ作ったことないんやけど、意外とあれしか作ったことない、粉入れてお湯入れるやつ。あー、それもするしかない。これは 100% の粉で、で、なんか調べたら TikTok で出てきて、粉じゃない、粉粉じゃないし、粉やろ、粉じゃない、粉で引っかかりすぎて、粉やろ、粉じゃないやろ。ココちゃんのおもちゃも買った。マジで、ココちゃんのおもちゃ、おちびちゃんやからさ、今日から。で、なんかキャンドル、こういうやつがちょっと欲しくて、で、まあクリスマスカラーみたいな、こういうやつの匂いはついてないっていう。そう、スタンドがいるな、クリスマスに限らず使えるけど、るちょっと怖いのが、これどっちに入れる、そう、入るんかなと思って。でもここはさ、丸くなってるから、ちょっと開けてみる、怖いんよな。そしたら削ってでも入れんといて、こっちで、そう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 、これをな、ここはちょっと細くなってるからさ、丸く、あ、入る入る入る、長っ長っ。でもこれさ、あのキャンドルスタンドって書いてあるけど、こういうもんなん、こっちはまあ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 、長いけど、まあ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 。え、でもさ、これ溶けていくやん。な、どうなるんやろな。これはただ、スナック、そう、スナック、美味しそうよな。そう、でもスコーン、スコーン、塩気もいるかなと思って。あ、絶対入れる。なになにこれ、これセロリ。食べれる人だ、食べれる人だ、マジでセロリ大好き、これは生で食べるのが大好き。マジで、これと、このサラミ、サラミは美味しいな。な、なんか可愛い、あのクリスマス、クリスマス用。でも味が好きかどうかから、ペッパーミントな、ペッパーミントあったら食べるけど、パンではない。食べれるっちゃ食べれるみたいな感じか。そうそうそう。で、これはあ、マシュマロ、そう、ホットココアに入れるちっちゃいマシュマロ。レジとか行ったらあれやで、チョコレートこういう塊があって、マシュマロが下についてて、あー、これ溶かして、なんかあるな、こうやって
そうそうそう、かわいい靴下、これさきちゃんのも買った。やった、ありがとう。めっちゃかわいい。ありがとう。あとはこれは、これはさ、甘くないからさ、ただの粉やけさ、そう、じゃけシロップ入れるとか、あとまあチョコレート入れる、そうそうそう、これはミルクですか、それとも、え、なんかまあ、TikTok でやり方調べたらミルクをミルクの方がボイリングさせて、結局アーモンドミルクしかないけどいい。あ、全然いい、全然すごいな、その色な、なんかザ・クリスマス、ザ・クリスマス感じ。ビクシーとかでそれ買ったらめっちゃ高いですか。え、高そう。これはただ、まあ、スナックのライスクラッカーですね。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛くね。可愛い。めっちゃそれ可愛い。可愛いよな。めっちゃ可愛い。これがサンタさんの。これはお菓子入れ。プレート。お菓子入れ。これはちっちゃいやつなんやけど。可愛い。なんか普段で使えるやつ。え、そうそうそう。このターゲット全部。これターゲット。これと、これと、これと、これ。これはキャンドルやな、普通に。ここが木のやつってなんかパチパチ音がって。リラックス、そうそうそう、こういうあの普通の紐じゃなくて木やから、なんか音するんや。そうそうそう、これは掃除用のスプレー。そうじゃん。レストラン予約したから8時の予約したらゲームをすぐ出てって感じ。めっちゃティラミス美味しそう。え、めっちゃティラミス。美味しい。どうですか。美味しい。美味しい。強すぎず。強すぎず。優しすぎず。優しすぎず。めっちゃ濃厚やで。美味しくね。めっちゃこれめっちゃ美味しいやろ。これびっくりするの美味しい。甘すぎず。良きやろ。お家に帰ってきてパジャマに着替えました。着替えました。さっき選んだよな、映画を。あ、そう、何映画。何したっけ、なんかあって。サンタ、じゃあクリスマス、クローン。ニコ？なんかネットフリックスにあるやつ、ちょっとこの巨大な長いやつにちょっとつけてみようと思って。点灯式。え、これ本当にロー大丈夫なのかな。つついた？ついた。ついた。駅行こう、行こう。どうなるん？だってここにさ、弱くないもん。一回見届けてみよう。うん、いい感じ。いや、この明かりいいな、やっぱろうそくの。おもろいけど、見た目は。なるほどね。あ、でも、外から行くんすシュールすぎない？映画見ようって撮ったんやけど、もう晩ご飯でお腹いっぱいすぎて、晩ご飯デザート結構甘くて、もう甘いものいいみたいな感じになって、ただただ映画を見て、でその後寝ました。だから今からちょっとホットココアを作ろうかなと思って。やらないとさ。え、これ結構パンパンやな。こっちも一旦入れてみるわ。やっぱそうなるよな。おお、痛い。怖い。きっとね。種類きっとね。こっち行きます。
お、うまいよね。こっちのツリーにもちょっと入れるか。え、ツリー切ったね。切ったね。これは普通にターゲットで買ったレモンポピーシードスコーンですね。熱いよ、多分。うん。熱くない？いい感じ？うん。めっちゃ美味しい。でもマシュマロがめっちゃ口に入ってくる。熱っ、熱っ。濃厚やな。濃厚。めっちゃ濃厚。美味しい。これハーシーズのやつ？そう、 100% って書いちゃった。今日粉はマジで甘くない。チョコレートどれぐらい入れた？チョコレートは全部入れた。でも2人分だったから全部やけど、1人だったら半分ぐらいで、うん、これだけ見たらさ、もうマジ12月でそろそろクリスマスみたいな、もう明日クリスマスかなみたいな。11月5日。チョコレートめちゃめちゃいい。いいよ。うん、美味しい。うん、うん、甘々できそう。めっちゃ甘々じゃない？ちゃんとレモン、レモン。マジで？うん、うん、うまい。うん、結構レモン効いた。うん、なんて言うかな、さ。さっきさきちゃんをお見送りしてきたんやけど、皆さん今回のクリスマス Vlog を見てくれてありがとうございました。皆さんも楽しんでください。クリスマスホットココアとか作っちゃって、クリスマスムービーとか見ちゃって楽しんでください。ということで、チャンネル登録とインスタフォローと、ネイル見せるためにチャンネル登録とインスタフォローと TikTok のフォローお願いします。では皆さん、メリークリスマス。バイバーイ。